おいお前何やってる、教えた時に分かったって言ったんじゃないかよ。できなかったらやめろ。日本でアルバイトを始めたばかりの頃、同じ職場で働いている日本人から怒鳴られた言葉です。日本に来てネパール人の先輩たちから最初に教えてもらった言葉が、はいと大丈夫でした。どんな時でもこの二つの言葉を言っておけば問題ないと言われて、ああ日本語って簡単だなと思いました。アルバイトをするようになり、職場の日本人から仕事内容の説明を聞きました。いろいろ教えてもらいましたが、何を言ってるのか意味が全然わかりません。それなのに私は、はい大丈夫ですと言い、何回も間違えてしまったのです。そして最初に言ったきつい言葉で叱られ、生まれて初めてバカにされました。私と一緒にアルバイトを始めた友達3人は仕事が辛くてすぐに辞めてしまいました。私も日本語も仕事もわからず、毎日怒られて、自分がとてもダメな人間に思えてしまい、やめようと考えるようになっていました。そんな時、私はネパール大地震を思い出したのです。たくさんの人が亡くなり、家を失った人々が助けを求めていました。家には今のように苦しいことがあっても、諦めず明日を信じて頑張っていれば必ずうまくいくものなのですよ。大きな被害にも負けず、人々は協力し合って町は活気を取り戻していきました。そうです、辛いことで立ち止まったり諦めたりしても始まらない。苦しい中から頑張ることで人生は豊かになっていきます。そのことを思い出した私は、やめようと知っていたアルバイトを頑張って続けることにしました。それからは仕事でわからないときは何回も確認をしました。また仕事のマニュアルを家に持って帰り、毎日それを読み直しました。